久々明治大学行ってみたいと思います。今日の長文全体像はこちらで、さすがにちょっとこれ全部やってるとですね、視聴時間が長くなってしまいますので、下線部説明と空小10問題が6問で、空小10問題5問、合計11問いきますね。で、皆さん、説問形式や下線部説明とか空小10になっておりますが、実質ですね、単語、熟語、文法、この知識があるかどうかを試す問題、それがもう大半でございます。ですから皆さん、試験当日解いていく順番ですね。でもこの黒いところ段落だと思ってください。第1段落、第2段落、第3段落。で、まず明治大学の特徴なんですが、もういろんな学部がですね、こういう感じで、説問構成されております。つまり第1段落の中に、皆さん、下線部説明もあれば、空小10問題もある。まあ、しかも内容一致問題も解かなくちゃいけないと。それが第2段落、第3段落と続いていくんですね。で、おそらく皆さんは第1段落を読み切った後に、そこについて説問をおそらく全部解こうとするんじゃなかろうか。まあ、それで解けるかとはいいんですが、ちょっとしんどいです、めんどくさいですという方、確かに話の全体像を把握する前に一つ一つ解いていくことになりますので、混乱しちゃうんじゃなかろうか。で、もし混乱しそうだという方は、まずは皆さん、内容一致問題以外の説も片付けていく。まあ、今日で言うと下線部説明とか空小10なんですが、で、皆さん、ここにも書きました通り、意外と知識だけでサクサク解けていくんですね。ですから、そこをまず最優先でさばいていって、早く全体像を把握した方がなんかいいんじゃないかなって感じがするんですね。じゃあ内容一致問題いつ解くんですかと言われたら、この内容一致問題以外の説も全部解き終えてからの方がいいですよ。もちろん理由は本文全体の内容を把握できてるからです。で、そうすると皆さん、内容一致問題解くスピードが結構速くなるんですね。まあ、一気に答えがわかる。ですので、皆さん、まだちょっとそういう解き方したことありませんよ、という方、ちょっと練習していただけるとよろしいかと思います。で、もちろん、明治大学で練習するのも一つの手なんですが、で、皆さん、同志社大学はですね、非常にこの形式に似ておりますので、まあ、レベルも優しすぎずということで、練習にぴったりでございます。ですので、こうすることによって、皆さん、英語を得点源、それに皆さん変えることができますので、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、こちらの問題、頑張っていきましょう。さあ、皆さん、第1段落でございます。一読していただいた後、問いの1番、検討をお願いします。さあ、皆さん、下線部へ、ナベルですが、この皆さん、単語の意味で一発ですね。新しい。ですから、選択肢の2番が良さげ。で、ちなみに選択肢1番は共通の。で、選択3番は出版。で、選択肢4番は単純な。ですから、正解は2番ということで、よろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて問いの2番でございます。空欄 B でございますので、検討をお願いします。さあ、皆さん、これ空詞の右側は to ですよね。これとセットで熟語ではなかろうか。まあ、そう考えて選んでいただいた方もいらっしゃるかと思いますが、ちょっと皆さん、1行目ご覧くださいね。皆さん、見ての通り、皆さん、スーパーマーケットでヒエラルキー、まあ、階級といったものが生まれては消えてますと。皆さん、ヒエラルキーと言われたら人間の話かなと思うんですが、皆さん、プロデュース、プロダクツ、まあ、農産物のヒエラルキーのことなんでしょうね。で、皆さん、歴史を遡ってみると、1970年代はチャイニーズグズベリー。まあ、一瞬なんやねんって感じがしますが、皆さん、ここでキウイと言ってくれてますよね。そして、それが皆さん、数年前になってくると、皆さん、ケール。まあ、その人気が出たんでしょうね。ですから、まさにこの1行目のところ、ヒエラルキー。それが生まれては崩壊していく。ですから、皆さん、その次の文章、キノア。まあ、これもなんじゃらほいって感じがしますが、おそらく農産物の例でしょう。で、皆さん、最後の文章では最新のお話になっております。で、そこで人気を博しているのがアサイ。ですから、1970年代だったら皆さん、グズベリー。それが皆さん、ケールに変わって、そしてキノアも出てくる。で、今はアサイに取って代わっていると。ですから、次々と代わりのものが出てくるんですね。そういった意味内容から皆さん、1番選んでいただいてもよろしいでしょうし、先ほどお伝えした通り、空所の右側、トゥーとつながる熟語と考えていただいてもよろしいかと思います。ということで、正解は1番ということでよろしいかと思います。それでは、続いての段落でございます。ここは説問に関係がないので、一読だけお願いいたします。それでは、続いての段落でございます。こちら、トネさんまの検討をお願いします。それでは、これはもう単語の意味でいけそうですね。confine ですから、うにゃうにゃを制限する。となってくると、皆さん2番が良さげですね。で、ちなみに選択肢の1番は遅らせる。で、選択肢3番は圧力をかける。で、選択肢4番は発表する。ですから正解は2番ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて第4段落でございます。皆さん、注釈1箇所だけついてますからね。で、ここは皆さん、説問に関係がないので、一読だけお願いいたします。
さあ、続いての段落でございます。この段落ちょっと長いので、皆さん全体像を掴んでいただくために、一読だけお願いいたします。サミさん、問いの4番でございます。こちらに関する質問の検討をお願いします。最初、これ、インセンティブですから、皆さん、単語の問題でいけそうですね。まあ、刺激とか動機でございますので、2番が良さげですね。で、ちなみに1番ですが、影響力。で、3番は状況。で、4番はおすすめ。ですから、正解は2番ということで、よろしいかと思います。さあ、続いて問いの5番でございます。こちらに関する質問でございますので、検討をお願いします。すみません、これもウェイジーズですから、賃金でいけそうですね。ですから選択肢の3番の稼ぎが良さげ。で、ちなみに1番は請求書。で、2番は借金。で、4番は出費。ですから正解は3番ということでよろしいかと思います。さあ、続いて第6段落でございます。これもちょっと段落長いので、まずは全体像を把握するために、一読だけお願いいたします。さあ、問いの6番でございます。検討をお願いします。すみません、これは空詞の右側に studies、研究と来てますので、一発ですね。そうです。何かの研究とか何かの文献。で、それにつながってくるものは according to、うにゃうにゃによれば。ですから、研究によればということで、正解は1番でよろしいかと思います。すみません、続きまして、この下線部 G の問題なんですが、ちょっと画面を変えますね。すみません、質問こちらでございます。一読していただいた後、検討をお願いします。すみません、まず空欄1番でございますが、皆さん、主語が operator。そうです。三人称単数なのにもかかわらず、皆さん、動詞が reside ということで、皆さん、原型になってますよね。となってくると、皆さん、ここの should を使えば良さげですね。で、もちろん日本語で言うと、このうにゃうにゃがあれば。で、皆さん、これで皆さん、ピンとくるかと思いますが、皆さん、仮定法で接続詞の if。それを省略することによって、皆さん、主語と動詞の統治が起こりましたね。ですから、本来の形であれば、if、で、点々 operator、で、点々で should decide、で、その形だったんですが、皆さん、接続詞の if 省略して、should、点々 operator、そして、動詞の decide。そうなっただけでございますので、まずは、丸一番。正解は should ということで、よろしいかと思います。すみません、続きまして、空欄2番でございますが、皆さん、右が it's、まあ、つまり sv。で、空欄2番の左側にも sv。つまり sv と sv をつなげておりますので、皆さん、接続詞が必要ですね。で、皆さん、それも接続詞、ざっとこちらに用意していただいておりますので、正解はざっとということでよろしいかと思います。で、皆さん、次で空所3番でございますが、皆さん、これ日本語が最大のヒントですね。より簡単で安上がり。で、皆さん、安上がりは cheaper という表現ございますので、ここにはより簡単。それを入れれば OK ですね。ですが、正解は easier ということでよろしいかと思います。そして皆さん、次は空所4番でございますが、日本語で言うと皆さん、この切り倒すですね。で、空所の左が cut。まあ、その右は目的語もございますので、cut ときたら down。こちらでよろしいかと思います。で、最後皆さん、これ空所5番でございますが、日本語で言うとこれでしょうね。生態系が崩壊する。で、崩壊するときたら皆さん、collapse。そちらが正解ということで、よろしいかと思います。